府内アクアパーク園内府内アクアパーク公衆トイレ府内アクアパークは、大分県大分市府内町にある都市公園である。かつては、若竹公園という名で、若松通り沿いにあった。この旧所在地は1881年から1920年まで、若宮八幡社があった場所で、若宮八幡社が、上野町に遷座した後には、若宮市場と呼ばれる。 商店街は形成されていた。しかし、この商店街は、戦災で消失し、1948年、当時の大分市長上田保の発案で竹をテーマにした公園とされた。その後、若松通りの商店街としての発展のため、公園を移転してや土地に、若竹ビルを建設することとなり、若竹公園は1968年2月29日に、現在地に移転して開園した。 さらに、1993年に開始された大分市中心部の5つの公園のリフレッシュ事業のうちの第一眼として改装が行われ、1994年7月23日に府内アクアパークに改装してリフレッシュをオープンした。面積2362平方メートル。改装後の公園はデザインコンペによって設計が行われたもので、水をテーマとしている。全体が 東西に細長い長方形の敷地をした公園の中に東西それぞれに方形の池が設けられ、その間を水路が結ぶ。この水は防火用水を兼ね、地下には駐輪場が設けられている。2008年から中央通り等とともに年末年始のイルミネーションの主会場となっており、数万個の電球で彩られる。ありがとうございます。